久保さん。久保さん、小学校の時聞いてたんですかねはい。まあ、あの、まあ僕もそうでしたけどね。僕も、あの、うーん、そうそうそう。これね、僕のレースみたいなのあるんですけど、あの、僕は、その、ずっとスポーツやってまして、で、みんな、あの、中学校の時にね、学校,校行く時に、あの、し、なんだ、あの、勉強めっちゃしてたんですよね。みんな。あの、高校受かるための、入試勉強、なんか試験勉強。 僕全くしてないですよ。で、中学校の成績もオール1。だけど、スポーツやってたおかげで、ごめんね、みたいな感じで、クラスで一番最初に高校の内定がもらえるっていうね。<laughs> なんか悪いよね。みんな一生懸命ね、勉強,勉強してるのに。で、その後ね、僕は、あの、また高校も勉強してなくて、大学に関してもスポーツやってたんで、あの、面接のみみたいなね。あの、受かったんですよね。だから、 えー、中学、高校だ、大学と、まあ、このう、行く上での勉強を一切してないですね。で、まあ、普通の人はね、えー、じゃ高校に受かるために勉強してきました。じゃ高校受かりました。大学行くために、えー、勉強してきました。じゃ今度、じゃ僕と一般の人との違いは何かというと、一般の人はね、いあの勉強してるんで、大学卒業しても、まあ、就職活動、まあ、何社か、 受かったりするでしょう僕の場合はほとんど受かんなかったですね。はい、で、受かんなかったんで、あの、今帰ります。だあの、なんかね、僕の方がスピード速くて失速して、で、失速したんだけど、失速したおかげで、新たな方向性ですよね。ネットビジネスっていう方向に行きました。んか面白くてね、うん、もしでもあそこで舵取り、方向転換していなかったら、今ないと思いますけど、うーん。 面白いなと思いますね。やっぱ何を選ぶかっていうところですよね。うん。そう。だからその、勉強の話で言うと、僕の場合は、まあ目的が高校に入る、目的が大学に入るというところであるならば、まあその、東大とかじゃなくて、まあ普通に入る,、ね、こう入るってことであるならば、スポーツやっとけばね、もうすぐ入れた、一瞬で入れるみたいな。一瞬っていうかね、まあスポーツの方もある程度ね、全国とか出てるとか、まあある程度、 あの結果出てなないとダメなんですけどまあそれやってたおかげで勉強しなくてもつえっていった目的をねオール1中学校の時オール1授業中ほぼ寝てるみたいな制度でもまだ高校入れるみたいなだから勉強じゃなくてなんかスポーツでいけるみたいなねまあまあそんな感じです <laughs> 面白いなと思いますけどねでまあ今回はね嫉妬っていう嫉妬 あ嫉妬っていう久保さんのね、あの、自慢話ですね。あったんで、あの、綺麗事ですね。綺麗事。うん。なんかその、一週間か二週間前ぐらいにお客さんから、なんかコンサルタントとか、なんか偉いやつは、なんか綺麗事しか言わないんですよ、みたいなね。あの、話をしていて、あの、だからあんまり共感できません、みたいな。で僕は思ったんですけど、 要は、綺麗事を言えない人生を送ってるってことなんですよね。僕、綺麗事って、本当に綺麗事だと思うんですよ。ただし、綺麗事を言える理由があるんですよ。綺麗な言葉を言える理由があるんですよね。で、多分、綺麗事って、唾を吐いている人たちっていうのは、多分、その綺麗な言葉を、達成することができていない。もしくは、その綺麗な言葉を発出するための、何もやってきてないっていうところが逆に言うと言えるんじゃないかなと。 あいつら綺麗事言ってるよと。例えば、孫正義さんとかね。別に、まあ、綺麗事だよみたいなね。何偉そうに言ってんだよみたいなね。でも、その指差して唾吐いてる人の何百倍孫さんは努力してきたと思います。裏でね。だから結局、綺麗な言葉を言える人生を送ってきたってことなんですよ。だから言い換えるならば、自慢ができる人生を送ってきたっていう話ですよね。うーん、だから、あのー、 自分がその生涯まあ一回の人生の中でどれぐらいその,あの何かにフォーカスして何かにブワーって突き詰めるほどやって、まあ、あの自慢というかね綺麗なことをこう言えるようになったのかっていうところが結構大事なんじゃないかなと思うんですよ。うん、そうんそ 例えば、まあ、億万長者合宿でも、まあ、やりましょう、まあ、やりましょうっていうところの言葉っていうのがあは、普通の言葉なんで、まあ、その、きれいごとには聞こえないかもしれないですけども、ある人にとってはね、こう言うわけですよ。いや、やれやれ言うけど、お前らみたいと俺は違うんだと。ね、やれないから困ってんだろう、みたいな、なんかそういう捉え方ですよね。<laughs> やれないから困ってる。うん。確かにそうなんだけど、やるしかないよねっていう <laughs>。で、やった人だけが何かを手にしてるっていう事実。何かをやった人だけが何かを手に入れてるという事実をどう受け入れますかと。だからそれを受け入れたくないんじゃないですかね、やっぱり。うん、何かを理由にして。うん。だから、そので、本当こと、億万長者合宿の PV を最近作りましたけど、久保さんが本当に、 ね、億万長者合宿入る前に動画何百本も撮ってきてで結局、ね、合宿参加される方はやってなかったんですよねほとんどだ合宿合宿,は合宿の前からもう合宿始まってますよみたいな感じで言ってたんですけどね多分一番合宿してたのは、ね、久保さんと僕ですよね <laughs> そうで億万長者合宿開催日にも まあね、発表してもらって何やってきましたかみたいな発表してもらって、まあ、ほとんど何もやってないっていうねそう2ヶ月ぐらいあったんですけどね一番募集からそうだからまあ何か自分が綺麗な言葉を言えるぐらい何かにあの没頭して何かに努力して何かをやり突き詰めるぶち抜くっていうことをやりましょうってことですね言ってらっしゃい